ラピエリで救われたけどもラインマーカーの小ネタ参戦。1つ目、サブインク効率。実はラインマーカー全てのサブウェポンの中で一番サブインク効率ギアが乗りにくいです。スペボや9番ボムが 3.9 つけた場合軽減率 35% のところラインマーカーは脅威の 20%。 ひっくー。2つ目、マーキング時間。ラインマーカーのセンサーは5秒間、ポイントセンサーが8秒間なので少し短めですね。なんだたったの3秒の違いかって思いますが、これは投げた瞬間からの5秒間です。つまり投げてから 1.5 秒後残った線に触れた場合は 3.5 秒間しかつきません。短い。3つ目、サブ性能アップ。他のサブのサブ性能アップは飛距離が割と伸びますが、ラインマーカーの飛距離は大して伸びません。実はサブ性能アップは投げた時の初速を速くしているだけで、もともとスピードが速いラインマーカーは恩恵を得られにくいんですよね。実際スロー再生にしてみるとよくわかると思います。サブ性はつけなくても良さそうですね。色武装 X 対ロロイトがお送りしました。